日本への回帰、萩原朔太郎、1938年。我が一人歌える歌。1。少し以前まで西洋は僕らにとっての故郷であった。昔浦島の子がその魂の故郷を求めようとして海の向こうに竜宮をイメージしたように、僕らもまた海の向こうに西洋という蜃気楼をイメージした。だがその蜃気楼は今日もはや僕らの幻想から消えてしまった。あの5層6層の大ハリキューに不夜城の明かりが昇る西洋の図は、かつての遠い僕らにとって鹿鳴館を出入りする馬車の歴帝とともに青春の詩を歌わせた文明開化の源頭だった。だが今ではその源頭に見た夢の死骸が現実の東京に出現され、僕らはそのネオンサイの中を奔走している。そしてしかもかつてあった昔の日より少しも楽しいとは思わないのだ。僕らの蜃気楼は消えてしまった。そこで浦島の子と同じように、この半世紀にわたる旅行の後で一つの小さな玉手箱を土産として、僕らは今その現実の故郷に帰ってきた。そして蓋を開けた一瞬時に忽然として祖国2004年の昔に帰り、我ら人と共に 白髪の人と化したことに驚いているのだ。2. 明治以来の日本はほとんど超人的な努力をもって死に物狂いに西洋文明を勉強した。だがその勉強も努力もおそらく自発的動機から出たものではない。それはペルリーの黒船に脅かされ、西洋の武器と科学によって危うく白人から侵害されようとした日本人が東洋の一個島を守るためにやむなく自衛場からしたことだった。聡明にも日本人は敵の武器を持って敵と戦う術を学んだ。シナ人やインド人はその東洋的な自尊心に脅かされ、異敵を学ばなかったことで侵略された。それゆえに日本人は未来もし西洋文明を直に所得し、軍備や産業のすべてにわたって白人の諸強国と対抗しうるようになった時には、忽然としてその西洋崇拝の名目から覚め、自家の民族的自覚に変えるであろうとヘレンの小泉八雲が今から30年前に予言している。そしてこの詩人の予言が昭和の日本においてようやく現実されてきたのである。明治の初年、東京横浜間の最初の汽車が開通した時、政府の広告にもかかわらず民衆の乗客がほとんどなかった。牛乳を飲むことさえも偉人臭くなると言って嫌った当時の人々は、全ての文明開化的の力に対して漠然たる恐怖と嫌悪の情を持っていたからである。明治政府の苦心はかかる上位的頑固、顔面頃の大衆をいかにして新しく指導すべきかということだった。伊藤博文などの政府大官が自ら率先して鹿鳴館にダンスを踊り、身をもって西洋浸水の範を示したことも当時の国情やむを得ざることであった。自ら西洋文化に浸水することなくしていかにしてそれを熱心に学ぶことができようか。過去わずか半世紀の間に日本が西洋数百年間の文明を獲得したのは世界の奇跡としてよろず人の敬意するところであるが、この奇跡を生んだ原動力が実に鹿鳴館のダンスにあり、国挙げて陶酔した文明開化への西洋崇拝熱にあったことを知らねばならぬ。しかしその西洋浸水の真っ最中にも日本は
治外法権を撤廃し、条約改正を行い、朝鮮の溥儀を糾弾し、あくまで民族的自習の国家意識を失わなかった。すなわち、八雲が観察したごとく、日本人の西洋崇拝熱は西洋に隷属するための努力ではなくして、逆に西洋と対抗し、西洋と戦うための努力であった。そしてついに支那を破り、ロシアと戦い、今日事実上において世界列強の一位に号した。もはや我々は少なくとも国防の自衛上では学ぶだけのものは直に学んだ。そこで初めて人々は長い間の西洋浸水から覚醒し、ようやく自己の文化について反省してきた。つまり言えば、我々は過去約70年にわたる国家的非常時の外遊からようやく初めて解放され、自分の家境に帰省することができたのである。だがしかし、我らはあまりに長い間外遊していた。そして今家境に帰った時、すでに昔の面影はなく、軒は朽ち、庭は荒れ、日本的なる何者の形見さえもなく、すべてが失われているのを見て驚くのである。僕らは昔の記憶をたどりながら、かかる荒廃した土地の隅々からかつてあった日本的なるものの実態を探そうとして、あてもなく寂しげに徘徊しているところの世にも悲しい漂泊者の無礼なのである。かつて西洋の図を心に描き、海の向こうに蜃気楼のユートピアを夢見ていた時、僕らの夢は希望に満ち、青春の熱意に満ち溢れていた。だがその蜃気楼が幻滅した今、僕らの住むべきところの華僑は世界の隅々を探し回って、結局やはり祖国の日本より他にはない。しかもその華僑には幻滅した西洋の国がその熾烈な模写の形で汽車を走らし、電車を走らし、至る所に俗悪なビルジングを建立しているのである。僕ら一切のものを喪失した。しかしながら、また僕らが伝統の日本人で、まさしく僕らの血管中に祖先2004年の歴史が脈拍しているというほど疑いのない事実はないのだ。そしてまたその限りに、僕らは何者をも喪失してはいないのである。我らは何者をも喪失せず、また一切を失い尽くせりと、僕はかつてある叙情詩の中で歌った。誠に今日、文化の崩壊した虚無の中から、我らの詩人が歌うべき一つの歌は、かかる二律反則によって摂創されたニヒルの漂泊者の歌でしかない。A は A にあらず、A は非 A にあらずという弁証論の公式は、今日の日本において、まさしく詩人の生活する叙情の中に韻律のリリシズムとして生きているのだ。3、僕らは西洋的なる知性を経て、日本的なものの探求に帰ってきた。その純暦の日は寒くして悲しかった。なぜなら、西洋的なるインテリジェンツは大衆的にも文壇的にもこの国の風土に根付くことがなかったから。僕らは異端者として待遇され、エトランジェとして生活してきた。しかも今、日本的なるものへの批判と関心を持つ多くの人は、不思議にもみんなこの異端者とエトランジェの一群なのだ。ある悲壮な見解者はこの現象を目して、インテリの敗北だと言い、僕らの戦いにおける卑怯な退却だと宣言する。しかしながら、僕らはかつて一度も退却したことはなかったのだ。逆に僕らは敵の獣威をついて目くらめっぽうに突進した。そしてやっと脱出に成功した時、
虚無の空爆たる平野に出たのだ。今このところには何者の映像もない。雲と空と、そして自分の地上の影と、飢えた孤独の心があるばかり。西洋的なる知性はついにこの国において敗北せねばならないだろうか。ついにその最後の日に僕らは虚無と衝突せねばならないだろうか。いないいな。僕らはあえてそのニヒルを蹂躙しよう。むしろ西洋的なる知性のゆえに僕らは新日本を創設することの使命を感ずる。明治の若い詩人群や明治のロマンチックな政治家たちが銀座レンガ街の新に東京を徘徊しながら、青白いガストの下に夢見たことは実にただ一つのアイディア、西洋的知性のインテリジェンスの習得ということではなかったろうか。なぜならそれこそあらゆる文明開化のエスプリであり、新日本の世界的振興を意味するところの新しきビート、生命との防音であるから。過去に我々はシナから多くの抽象的言語を学び、事物をその具象以上に関連化することの知性を学んだ。そしてこの新しいインテリジェンスで万根無比なる等の壮麗な文化を摂取し、白桃天平の大美術と奈良飛鳥の権、有権な叙情詩を生んだのである。今や再度我々は西洋からの知性によって日本の失われた青春を回復し、古の大東に変わるべき日本の世界的新文化を建設しようと意思しているのだ。現実は虚無である。今の日本には何者もない。一切の文化は喪失されている。だが我らの知性人はかかる虚妄の中に構想しながら未来の建設に向かって這い上がってくる。僕らは絶対者の意思である。悩みつつ、嘆きつつ、悲しみつつ、そしてなお最も絶望的に失望しながら、しかもなお全身への意思を捨てないのだ。過去に僕らは知性人であるゆえに孤独であり、西洋的であるゆえにエトランジェだった。そして今日祖国への批判と関心等を持つことから、一層また切実なジレンマに包着して二重に吸い固く悩んでいるのだ。孤独と石爆とはこの国に生まれた知性人の永遠に避けがたい運命なのだ。日本的なものへの回帰、それは僕らの詩人にとって夜べなき魂の悲しい漂白者の歌を意味するのだ。誰か軍隊の外貨とともに勇ましい進化ラッパーで歌われようか。蚊の声を大きくして僕らに国粋主義の号令をかけるものよ。しばらく我が静かなる周囲をされ。どうもご清聴ありがとうございました。